こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、美味しくてたい焼き食べすぎちゃった。食べすぎは気をつけないと太るぜ。ところで、霊夢。タイじゃなくて、ブルーギルって魚の怖さを知っているか？ブルーギルって言うと、あつ森でなら釣れたことがあるけど、怖い魚だったかな？確かに、任天堂のゲームソフト集まれ動物の森にブルーギルは出てくるな。ゲームでは怖いと思わないかもしれないが、実際にはいろいろと問題を抱えている魚なんだ。この動画ではブルーギルがどんな魚で、何がヤバいのか、その恐ろしさを説明していくぜ。どんな怖い魚かドキドキだよ。それではゆっくりしていってねー。ブルーギルってもともとはどこにいる魚なの？北アメリカ中部から南部にかけて見られて、海じゃなく川や湖に住んでいる魚なんだ。ブルーギルは英語で青いエラ、という意味の通り、エラ豚の縁から突き出している部分が紺色なのが特徴になるぜ。子供の頃は細長い形をしているが、大人になると鯛のように平たく、体高20センチ前後、体長は体高の半分くらいと、円形から楕円形の見た目になるんだ。ちょうどフライパンに収まりそうな大きさだね。霊夢の言う通り、フライパンにすっぽり収まることからパンチシとも呼ばれる。大きいものだと、日本では琵琶湖で見つかったもので、体長29センチ、体重810グラム、アメリカでは体長40センチ、体重2キログラム超まで成長した魚の報告があるぜ。ひゃー、すごく大きくなるんだね。ブルーギルには背びれ、尾びれ、腹びれにトゲがあるのも特徴だ。不用意に掴むとトゲが刺さって危ないから、見つけた時には十分に気をつけよう。そうなんだ。ブルーギルは、特定外来生物による生態系などに関わる被害の防止に関する法律。で定められた特定外来生物で、日本生態学会の決めた日本の侵略的外来種ワースト100に入ってもいるんだ。日本にもともといる生物を守るための法律があって、外国から入ってきた気をつけないといけない生物ランク100にブルーギルは入っているってこと？かなり簡単に言うと、そういうことだな。青いエラとトゲの他にも見た目の特徴ってあるの？体側に7本から10本の細い横縞の模様があるんだぜ。若いうちは体の色が淡い水色や黄色で、大人になると黒に近い青紫色になって、縞模様もぼんやりしてくるぜ。へぇ、卵を産む時期は6月から7月にかけての梅雨、初夏の時期だな。この時期になると、オスは顎の下の部分に淡い青色の帯が見られて、お腹にかけて黄色から朱色の鮮やかな混淫色が現れるんだぜ。混淫色って何のこと？生物が増える時期にだけ現れる体の色のことだな。普通はオスに出てくることが多い。そうなんだね。さて、次はブルーギルが日本のどこに生きているかだな。日本では初めて子供のブルーギルを流した静岡県の一碧湖、滋賀県の琵琶湖、京都府の御泥ヶ池など全国のいろいろな場所で見つかっているぜ。日本以外だと、韓国などのアジア諸国、アフリカ、中南米諸国、ハワイでも暮らしている。かなり広いところで見つかっているんだね。住むところは、河川や湖沼、ため池で、いわゆる淡水だ。水があまり動かないところ、水の流れが静かなところで、隠れることができる水草の生えている場所を選ぶようだぜ。淡水なら日本中のあちこちに住めるところがあるんじゃない？ブルーギルが卵を産むときは、水位は浅く、そこが砂地のところ産卵床を作って、メスが卵を産んだ後は卵が帰るまでオスは産卵床を守るんだぜ。イクメン。では、どうしてブルーギルがヤバいと言われるのか、その恐ろしさについて、いよいよ解説していくぜ。いよいよね。実は1960年にブルーギルは食用の魚とすることができないか、研究するために日本に持ち込まれたんだ。その後、淡水域で子供のブルーギルを流したことで、どんどん増えてきて、住んでいるところが広がってきたんだ。ふーん、そうだったんだね。ブルーギルのヤバいと言われる理由には、食べ物を食い荒らして、増える能力がとても高いことなんだ。一体何をご飯として食べているんだろう？食べるものは水草から小動物まで幅広く、何でも食べると言ってもいいくらいだぜ。小魚や魚卵のほか、カニの仲間、貝、水に住む昆虫などを食べることを好み、食べ物があまりないとプランクトンや水草も食べるぜ。何でもありじゃん。雑食だと何か問題があるの？何でも食べてしまうから、国内の希少な野生動植物のうち、宮古タナゴや市内も、ツゴ、ゼニタナゴ、メダカなどがブルーギルに食べられたことでその数が減ってしまっているぜ。それって大変なことなんじゃない？食べられたことでレッドリストに入った生物もたくさんいる。滋賀県の琵琶湖は国内で一番ブルーギルが住んでいるところだが、ニゴロブナやホンモロコはブルーギルや同じく外来魚であるオオクチバスが増えたことで、数が大きく減ってきてしまった。恐るべし、ブルーギルの食欲。直接ブルーギルに食べられることがなくても、同じ餌を食べている生き物からしたら、
ブルーギルと餌の取り合いで食べ物が減って、数まで減ってきてしまうこともあるみたいだな。なんとかして、ブルーギルに立ち向かえそうな敵っていないの？ブルーギルの原産国である北アメリカと違って、日本の川や湖にはブルーギルの敵になるような生物はほとんどいないんだ。一般的にはブルーギルはブラックバス、ナマズ、カワセミといった生物に、捕まって食べられると考えられている。子供のブルーギルならどんこに食べられるってこともあるみたいだな。それで？いくつかの研究ではウグイがブルーギルの卵や子供の魚を捕まえて食べるってことが分かってきたんだ。その他にもタニシ、カワニナといった巻貝類がブルーギルの卵を産む場所の近くでよく見つかるから、ブルーギルの卵を食べているのかもって話だな。ブルーギルも卵や小さいうちなら敵に食べられることもあるんだね。そうは言っても、ブルーギルはさっき話した通り、メスの産んだ卵をオスが守るから、実際には他の生物に食べられにくいんだ。他の生物を何でも食べちゃうけど、他の生物からはなかなか食べられないから数がどんどん増えるってことね。こうして増えていったブルーギルは今や全国のあらゆるところで見られるようになった。なるほど。ブルーギルの強みには、様々な水の汚れにも耐えられるってのもあるんだぜ。生活排水で汚れた水の中でも、水に溶けている酸素がとんでもなく減っているわけでなければ、生きていけるタフさを持っている。私なら耐えられない。これだけ生きる力、増える力、捕まえて食べる力が強かったら日本にもともといる生物にはとても怖い存在に違いないね。特定外来生物には魚だけでなく、哺乳類や鳥類、昆虫類や植物なども入る。日本では外来生物法っていう2005年に制定された法律が実際に行われるときに、ブルーギルは第一次指定種として名前が入っているんだ。ブラックリストみたいな感じかな。日本にもともといた生物に害を与えるかもしれないから、特に気をつけなくてはならない生物ってことだな。ところで、アツモリみたいにブルーギルを釣ることはできるの？ブルーギルを釣る、捕まえることそのものには特に制限はないな。ただ、特定外来生物だから生きている状態のままで運ぶことが禁止されているんだ。実際に過去に釣り場から駐車場に止めている車に生きたまま運んだことで逮捕されたってことがあるぜ。嘘でしょ？ゲームで大丈夫でも現実では気をつけなきゃね。ブルーギルは釣り用の餌じゃなくても、食パンや魚肉ソーセージといった人用の食べ物、偽物の餌や草をちぎったものなど、とにかく口に入る大きさで餌とわかる形状なら何でも口にするぜ。偽物の餌や草って、もう本当に何でもありね。餌を選ばないで、よく釣れることから、日本では釣り人からの反応はあまり良くないみたいだな。釣り人の釣りたい魚じゃないから下道って言われるんだね。とはいえ、釣り初心者や子供でも簡単に釣ることができる魚だからな。原産国の北アメリカではブルーギル釣りは家族連れの楽しみとされるんだ。日本で実際にブルーギルが釣れた時はどうしたらいいの？法律で生きたまま運ぶことができないが、釣った魚をキャッチ&リリースするのは禁止されてないんだ。移動させずに釣れた場所で放すのは大丈夫ってこと？もし釣れた場合は、その場でリリースするか、釣った後に締めてゴミとして出すか、あるいは締めた後に冷蔵で持ち帰って食べるかだな。釣れたブルーギルの処分に困ってその場に置いてくる行為は、腐らせて匂いが出るし、環境汚染につながるから、釣り場に定められたルールをちゃんと守って対応したいな。ルールを守ることは大事。自治体によっては、ブルーギルやオオクチバスなどの外来魚のリリースを禁止しているところもある。自分たちの行く釣り場の属する地域の条例を知らないと守れないから確認をすることが大事だな。滋賀県では条例で外来魚のリリースを禁止していて、琵琶湖ではブルーギルを回収する外来魚回収ボックスが設置されているぜ。ブルーギルを減らすための大事な取り組みね。法律で特定外来生物に指定される前からブルーギルをペットや見るために飼っていた場合は、指定リスト入りしてから6ヶ月以内に書類を出して、許可が下りたら飼い続けることができる。でもブルーギルが特定外来生物として指定されたのは2005年とかなり前だから、今釣った、見つけたブルーギルは飼えないってことだ。日本にもともといる生物を守るためにブルーギルが増えないよう何かできないかな。環境省では湖沼やため池、川にいるブルーギルを捕まえたり、ブルーギルの卵を回収したりして、ブルーギルが増えすぎないように対策をとっているみたいだぜ。釣り以外でどうやって捕まえるの？漁法を使って捕まえたり、電気ショックを使って動きを鈍らせて捕まえたり、卵を産みやすい場所を作って、そこに産み落とされた卵を回収したりするやり方がある。ため池だと水を抜いて、中にいる生物をブルーギルみたいな外来生物とそれ以外の生物に分けて外来生物だけを除いて、もともといる生物を戻す方法が取られることもあるぜ。そうやって捕まえたブルーギルは子にして鶏のご飯に使われたりしているんだ。捕
捕まえたブルーギルをちゃんと役立てているんだね。ブルーギルは、成長はのんびりだが、生き抜く力が強くて、数がどんどん増えてしまう厄介な魚だ。寿命も10年前後と言われ、その間にたくさんの他の生物を捕まえて食べて、また増えるってことを繰り返すんだ。少し捕まえるだけじゃ、手に負えないんじゃない？近年は、どんどん増えて寿命の長いブルーギルを減らしていくための取り組みとして、ゲノムを一部壊した魚を群れに入れていくことを試したりしているぜ。ゲノムって何のこと？ゲノムは、遺伝子とも言って、生き物の体を作る設計図みたいなものだな。この設計図の一部を壊すことで、見た目は同じでも、増えることができないブルーギルだって作り出すことができるんだ。すごい技術ね。三重県玉城町にある国立研究開発法人水産研究、教育機構造養殖研究所玉城庁舎は、実際にこのゲノムを書き換える技術を使って、2013年に増えないブルーギルを使って、全体の数がどんどん増えないようにする研究が始まったんだ。それで、卵を作るのに必要な部分の設計図を壊すことで、増える力のないオスのブルーギルを作り、そのオスがメスと交配を繰り返すと、卵を作ることができないブルーギルが増えていくって研究だな。もともとブルーギルの数を減らすためにやってきた対策と合わせることで、十数年から三十数年くらいでそのあたりのブルーギルを根絶やしにできるっていう計算みたいだぜ。ふむふむ、水産研究、教育機構と、共同研究機関の三重大学では、ブルーギルが卵を作るのに必要な部分の設計図を切ることに成功していて、今後はデータを採取するために買われて、琵琶湖へ増えないブルーギルを放すことが最終的な目標らしいぜ。うまくいくといいね。ブルーギル以外でも、ゲノムの設計図を変えることで、近年アミノ酸をたっぷり含んだトマトが開発されたり、ゲノムに手を加えて開発された22世紀フグがふるさと納税の返礼品として採用されたりと、ゲノム編集、という技術について耳にすることが出てきたな。大丈夫なのか、少し心配になってくるね。人間の手で生物の遺伝子を壊すという技術には、賛成の人と反対の人と両方の意見がある。遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律っていう、通称カルタヘナ法って法律があるんだが、遺伝子組み換え技術によって他の遺伝子を加えられた生物を外に放す場合は、国から大丈夫と言ってもらわないとやってはいけないんだ。そうなんだ。その一方で、ゲノム編集技術でゲノムを壊した生物はさっきの遺伝子組み換えとは違うから、今ある法律では特に決められていないってことになるな。でも、ブルーギルってそういえば生きているままで運んだりできないんじゃなかったっけ？それだとゲノム編集したブルーギルを生きているまま運んで川に放せるの？確かに、特定外来生物として指定されているブルーギルは、外来生物法で川に放す制限があるな。ただ2014年に外来生物法が改定されて、特定外来生物として指定された動物や植物であっても防除目的とした放流であれば可能、となったんだ。だから、この法律の変わったことで、増えないブルーギルを放して、どんどん増えていかないようにするための第一歩につながると考えられているな。なるほどね。今後はゲノムに人の手が加えられたブルーギルが、今想像してないような影響を自然に与えるかもしれないから、研究と分析を続けていく必要があるぜ。こんなに減らすのが大変なブルーギルは一番最初はいつ日本にやってきたの？ブルーギルが日本に持ち込まれたのは1960年のことだ。現在は全国に見られるブルーギルだが、最初に入ってきたのは、アイオワ州グッテンバーグで捕まえられた15匹の個体だな。2009年に三重大学生物資源学部が発表した分析結果によると、全都道府県の56カ所で採取した、1398体の全てのブルーギルのミトコンドリア DNA の塩基配列が、アイオワ州グッテンバーグで採取されたものと一致することが証明されたそうだぜ。つまり、今あちこちで見られるブルーギルは最初に入ってきた15匹の子孫ってこと？そういうことだな。ブルーギルは入ってきてから60年で特定の場所だけでなく全国に住むところを広げ、たった15匹から驚くほどに数を増やしたんだぜ。一体誰が最初のブルーギルを日本に連れてきたの？それは、当時の皇太子秋仁親王殿下で、現在の上皇陛下なんだ。実は上皇陛下は、ハゼの分類を研究対象とする魚類学者でもあり、日本魚類学会に所属され、これまでにキマダラハゼ、コンジキハゼ、クロウビハゼなど、新種のハゼを8種発見しているすごいお方なんだ。以前このチャンネルでもハゼの動画で紹介したよね。日本に最初に入ってきたブルーギルは1960年にアメリカを訪れた皇太子秋仁親王殿下が、シカゴ市長から寄贈されたものだ。ミシシッピ川水系原産の15匹の個体を、秋仁親王殿下が食糧難に備え食糧として研究する目的で、持ち帰ったというのが日本にブルーギルが入ってきたきっかけだぜ。食べるのが目的だったのね。
1960年当時の日本の食料事情は今に比べて貧しかったことから、明人親王殿下がシカゴ市長から寄贈されたブルーギルを水産庁の研究所に送り、食べるための研究で飼っていたんだ。そして1966年に静岡県伊東市の一匹子に放したんだぜ。ふむふむ、その後各地の水産試験場がため池でブルーギルを放したり、釣り具メーカーと水産行政責機関が関わって放したりして、ブルーギルの生息域はその後全国に広がっていったと言われているぜ。明人親王殿下がもらってきたことで、おめでたいプリンスフィッシュとされ、全国で放流されたという記録も残っているな。最初は期待されていたんだね。食べるための研究が行われていた中では、人工的に増やすための養殖実験なども行われたけど、ブルーギルは成長がゆっくりで養殖には向いていないと結論付けられたんだ。それは残念。上皇陛下は2007年に滋賀県大津市琵琶湖ホールにて開催された第27回全国豊かな海づくり大会で、当初、食用魚としての期待が大きく、養殖が開始されたが、今、このような結果になったことに心を痛めています、と。現在特定外来生物として指定されているブルーギルを昔日本に持ち帰ったことに対する、悔やまれるお気持ちを口にされたんだ。失敗を認めるなんて素晴らしいわ。私も見習わなくちゃ、マリサのたい焼きも食べちゃってごめんね。食べ過ぎの理由はそれだったのかよ。食用で持って帰られたくらいだから、ブルーギルを食べることもできるんじゃないの？ブルーギルは食べることができるぜ。ただ、もともと食用研究のために入ってきた魚なのに、日本では食用として魚屋に並んでないな。どうして魚屋で見ないのかな？ブルーギルは食用に向かないわけじゃないが、綺麗な淡水域で獲れたものでないと臭みがあって、骨が多く背びれが鋭いため下処理に時間がかかるから、わざわざ食べなくていいって結果だな。逆に言えば、頑張れば食べることもできるのね。調理方法によっては美味しく食べることのできる魚だ。だから駆除するだけでなく釣って食べることも推奨されているぜ。ブルーギルって一体どんな味なのかな？ブルーギルは白身魚で、身は締まっているというよりホロホロと柔らかく、タイやスズキに似た淡白な味と例えられるぜ。味は美味しそうね。国内の個体は20センチ前後と小ぶりで、小骨が多く、食べられる部分は少ないんだぜ。また内臓をしっかりと取り除かないと皮や内臓の臭みが強いから、しっかりとした処理を行う必要があるな。滋賀県では琵琶湖で獲れたブルーギルを琵琶湖ブナ、と言って、ニゴロブナの代わりの魚として利用することもあるらしいぜ。サイズが大きいものは塩焼きに、小さなものは唐揚げにして食べられることが多いようだな。塩焼きに唐揚げ、どっちも好きよ。もともとブルーギルがいる北アメリカでは日本よりも大きいサイズのブルーギルが生きているんだぜ。最初に話したように、フライパンサイズだからパンフィッシュと言われるくらいの大きさで、ムニエルで食べられることが多いな。ムニエルもいいけど、お刺身で食べるのもいいんじゃない？それは勧められないな。ブルーギルは淡水魚だから、寄生虫が寄生している可能性があるんだ。お刺身はダメなんだね。どんな寄生虫がいるのかな？淡水魚にいる寄生虫には学校虫、球虫、環球虫などがあるが、ブルーギルには主に学校虫が寄生していることが多いようだな。うわぁ、学校虫はブルーギルなどの淡水魚を生で食べることで人に感染する可能性がある。発症は生で食べた後すぐとは限らないんだ。数ヶ月後に皮膚に赤みを伴う線状の発疹や、痛み、痒みが現れるのが特徴だな。ひゃあ、学校虫の最終的な寄生する動物は猫、犬、豚、イノシシ、イタチなどで、人間の体内で成虫になることはないが、長細い形状をした幼虫が胃壁や腸壁を破って皮膚に寄生すると、皮膚にミミズ腫れや内出血のような症状が現れるぜ。稀に臓器や脳、眼球などに侵入することもあり、腹痛や嘔吐を招いたり、脳障害や心筋梗塞、失明といった症状を引き起こしたりする可能性もあるぜ。だから視聴者の皆さん、本当に生でブルーギルを食べることはやめておこうな。怖すぎる、生じゃなくて、しっかり火を通してから食べないとね。滋賀県の琵琶湖ではブルーギルを捕まえて避けること、卵の回収といった対策の効果もあって、令和2年度には、ブラックバスやブルーギルなどの外来生物が、過去最低水準の410トンまで減ったことが報告されているんだぜ。努力のせいかね。しかし、ブラックバスやブルーギルも減ったが、水草が減っていることで琵琶湖の魚たち全体の捕まえられた量が減ってきていることが、指摘されているな。特に1歳以下の小さなブルーギルはオオクチバスに食べられないよう、水草に隠れることが知られているんだが、その隠れ家の水草が減ると、オオクチバスがブルーギルを捕まえて食べやすくなり、その年の捕まえられた量の増減に影響を与えている可能性があると考えられているぜ。もともと日本にいる生物のために、
ゲノム編集みたいに新しい技術やこれまでのやり方の、漁獲、電気ショック、釣りなどの捕まえる方法を組み合わせて、ブルーギルがこれ以上増えないように取り組んでいかないとね。今回は、ヤバい外来魚と言われるブルーギルの生態について解説をしていったぜ。ブルーギルはヤバい特定外来生物なのがわかったよ。外来生物法に指定される特定外来生物で、プランクトンから水草、水中生物、魚卵など何でも食べる雑食性と、汚れのひどい水にも適応する生命力の高さ、寿命の長さから個体数をどんどん増やし、もともと日本にいる生物たちに悪い影響が出ていることがわかったな。これで視聴者の皆さんのブルーギルについての知識が深まるといいね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。